お元気ですか、僕趣味です。今日はですね、欲張りおでんでございます。今日ねこれね、おでんはね昨日から仕込んだんですよ。大根をね、下茹でしたんですよ。米ぬかを使ってね、圧力鍋使ってね、柔らかくするまでね煮込んだんですよ。でね、ガンモドキとか、あとねつみれとか、あとちくわ、これはさすがに作れませんからね、市販で買ってきたんですけどね、本当はね自分でも作りたかったんですけどね。でこんにゃくもね、買ってきてね、自分でね、塩つけてね、こすって湯通してね、臭みを抜いたんですよ。でゆで卵もね、わだわだね、わだわだ茹でてね、殻剥いてねやったんですよ昨日。昨日の仕事の疲れをね削ってね作ったんですよ。本当にね、なんかもっとお店やるかぐらいのねレベルぐらいやったんですよ。でそれでね、魂こもってるねおでんでございます。でおでんは、おでんじゃなかった、お酒はね、ウイスキーのサイダー割りでいきたいと思います。やっぱりねおでんはね、大根が入ってないとね、やっぱりおでんではないです、おでんがある、大根があるからおでんはね成り立つんだなと思っておりますね。皆さんはね、おでんのね、好きでしょうか。まあ地方によってはね、いろんなおでんがありますからね、こういうところではこういう具が入ってるよというねおでんがありましたら、ぜひコメントをしてください。よろしくお願いします。ひょっとしたらね、私がね、まあお金とね、時間があればね、再現するかもしれませんけどね、多分しないと思いますけどね、よろしくお願いいたします。ちなみにですね、北海道では、メークインという、煮崩れしにくいじゃがいもとですね、粒、皆さんが知ってる粒とは違ってですね、江戸粒というね、大きめの粒があります。それをね、入ってるおでんがございます。ちょっとこれもね考えたんですけどね、なかったです。じゃがいももね本当はねやろうかなと思ったんですけどね、ちょっと今日はね、みんなが知ってるおでんを作りたかったのでね、入れませんでした。もしねまたおでんの作る動画がありましたらね、今度はじゃがいもとかね入れてみたいなと思います。例えば牛すじも探したんですけどね、なかなか見つからなかったですね、てな感じでございます。今回はねちょっと私のね、まあおでん話とね、なってしまいましたけどね、またねこういった夕飯動画を出し続けたいと思いますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。